こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはセブン&アイプレミアムプーパッポンカリーです。プーパッポンカリーというちょっと聞き慣れない、カレーの名前なんですが、私が知らなかっただけで、どうやらココナッツミルクの濃厚なソースにカニと卵を加えたタイカレーですということで、タイカレーの一種らしいです。まあ、今回こういうタイプは初めて食べるんですけど、他にも最近はカニと卵のカレーっていうのを、他の種類で見かけることもありまして、まあブームとは言いませんけど、少しずつそういうタイプが国内広まってきてるのかなという気もします。で、今日のこのカレーはセブンイレブンさんの、オリジナルカレーということで、味わいに外れのないコンビニのカレー、ですから、期待できると思います。それでは準備します。セブン&アイプレミアムプーパッポンカリーです。こうして目の前にすると漂ってくる香りが、今までカレーを食べてる中であまり、嗅いだことのない香りです。ではいただきます。なんて言うんでしょう、香りも漂ってくる香りが非常に個性的だったのと同じく、味わいの方もカニの風味というか、そうですね、カニの風味が強く出ていて、それとココナッツミルクと合わさった感じがとても個性的で、正直言うと私自身はこの味わいに一口目で早くも抵抗を感じました。ココナッツミルクや卵の甘みと、カニの酸味のようなものが合わさった味わいです。これはきっと食べる人によってとても評価の分かれるカレーだと思います。とにかく変わった味わいなので、皆様、ご覧の皆様に一度食べてみられることをお勧めしたいと思います。食べ進めると最初感じた抵抗感のようなものは薄れてきたんですけど、それでもやはりこの味わいはとても個性的で、私がいつも海の幸とカレーの相性について触れることが多いんですけど、それと同様にカニの味わいが何て言うんですかね、プラスになってないというような、私はそんな感じがします。ごちそうさまでした。
一食分食べ終えて、やはり味わいの評価、味わいの評価としては、あまり高く評価できないかなという気持ちでいます。通常のイエローカレーとかグリーンカレーとか、あるいはレッドカレーっていうタイカレーは、私自身はとても好きなんですけど、その風味とも全く違った味わいで、なかなか私は、この味わいをその美味しく、理解するのが現状は難しいかなと思います。皆さん、これはセブンイレブンのカレーなんで、どこでもお買い求めになることができると思いますので、一度食べていただいて、できればコメントいただけると大変嬉しいです。はい、それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さよなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。